本日はですね、ここの水が本来だったらこっちに入っていくはずなんですが、あ、これでもだいぶ流れがもう良くなりましたね。詰まってはないですね。上だけあれですね。はい。ここのため池に水がたまらないといけないところ、ここに、土が溜まってたのが、あ、もう吸い込んでますね。はい。じゃあちょっと自分はあっちの田んぼに水を入れようと思うんで、ホースをちょっとかまってみます。ちょっとそっちをお願いします。ちょっと水流の変わり方をこう、あ、いいですよ、そっちに行こう。はい、じゃあ、はいはいはい、じゃあお願いします。はいはいはい、水流は、あれ水、でもあんま低くなってないか。多分だいぶ高い。はい、もう少し低くなっておかしいですね。向こうでちょっと、つい先の、ああ。砂利を、なんか流れてきた。はいはいはい。取ってますよ。本当は向こうまで繋がってほしいんですけど、これが。ああ。ホース来た。はい。曲がってる。ああ。あ、じゃあこれで多分だいぶもうここまで来ればいいんじゃないかな。あとはちょっとここの水の勢いが強すぎるから、まあ。ああ、そうかもしれない。でもあれか、この量とこの量が一緒になってないとおかしいですよね。あっち狭いですね。ちっちゃいですね。穴が。あ、そうですね。まあその穴ぐらい来てればまあ。とりあえずこれでいいことにするか。はい、今回は。まあ明らかにマシになりましたもんね、はい、よし、じゃあちょっとですね、向こうがまだちょっと あとここからもこのため池のこっち側からね、春先は今水が豊富なんで水がオーバーフローしてますので、このオーバーフローした水をここのパイプに入れるようにすれば、こっちの、2つ目のね、この3つあるんですが、この2つ目の田んぼに水が入りますということで、しっかりいい
乗った後にまた石とかをこう、うん、なんかもうコンクリートみたいな感じで、うん、泥と石を混在させると、うん、結構下があれです、うん、下をがっちり作りますか、うん、下の地盤を、うん、そうなんですよね、しっかりと流れてるんですよね。そうなんですよ、ね、だからまあちょっと砂利、砂利と泥をこうかませて、この上の砂利ゾーンちょっとあれかな、泥、泥でこう覆えば結構なんかいいかもしれない、うん、左ゾーンのこの下のこの地面の泥でしっかりとコーティングします。おお、だいぶ勢いよく入ってきました。上に変えましたね。まあ、こっからちょっと漏れてる、はいはい、これで、うん、こっちから、田んぼに水が入るようになっております。よし、お疲れ様でしたありがとうということで、ちょっとどこまで取れたか分かりませんが、あっちの水源から、こっちの田んぼに、水を引っ張ってくる動画でした。最後までご視聴いただきましてありがとうございましたありがとうございました。